下手で声ガラガラすぎ。みんなでどんな私かみたい。じゃじゃじゃーん。この目線めっちゃ可愛いから。これが私のお気に入りのコーンスープで、誰にもバレずにお買い物できるから。え、楽しすぎた。皆さんおはようございます。下手で声ガラガラすぎ。ちょっと顔もやばいから、レオくんみたいなワンちゃん映しとくわ。はい、今日はですね、私なんとタワーレコード、あ、ママが言った。タワーレコードの一日店長をやらせていただける川崎店のね、いただけるということで、一日店長のひとちゃんに密着しようと思います。はい、眠いです。でも今日はみんなに会えるので楽しみ。爪も今キラキラなんだけど、塗り替えようかな。昨日の夜もちょっといい、いつもよりちょっといいトリートメントして、いつもいいパック、いつもよりいいパックして、いつもあんまり大事な日の前にやる美顔器をしました。そのぐらい楽しみです。今日会いに来てくれる人いんのかな。平日だしさ、みんな仕事あるしさ、学校あるしさ、発表級だったからさ、なんか誰もいなかったら泣いちゃうんだけど。まあまあ頑張りますか。ああ、私アルバイトとかしたことないからさ、頑張りまーす。ボサボサやな。バイバーイ。ちょっと待ってよ、今さ、絶賛さ、服をメイク、服をさ決めないとさ、メイクができないから服を選んでるんだけどさ、え、みんなどんなの着てほしいの。マジでミニ。でもミニだとさ、あれじゃん、エプロンつけるじゃん。エプロンって確か短くなかった気がするんだよ。長かったんだよ。だからミニ履くのもあんまりよろしくないじゃない。うん、だから長い方がいいと思ったんだけどさ、長いの長いでさ、デニムっていうのもなんかちょっとなんかあれじゃない。え、どうすればいい。だから今ワンピース選んだんだけど、ワンピース、このワンピース背中見えちゃうし、え、本当にどうしよう。しかもなんかシワシワだからさ、あれの、え、これ、これとかの、これに、これにマルジェラのデニムとかだったらなんかカジュアルにはなりすぎない。これをオフショルして、肩、あの横ありのさ、なんか映像で着てる服、これをオフショルにしてマルジェラのデニムとか履けばいいの。え、もうわかんない。え、わかんない。え、みんなでどんな私かみたい。ブリブリガーリーがいい。いやでもさ、エプロンつけるんだよ。ブリブリガーリーっていうわけにはいかないじゃない。じゃじゃじゃーん、可愛くなったよ。メイクと髪と、髪なんかちょっと今日可愛くしてみた。普段こんなことしないんだけど。メイクと髪と服が、この服は背中が見えます。映れる服で着てくださいと言われたんですけど、まあ、これならこのくらいの背中なら、足とかは全く出てないんです、デニムなんで許されるかなと思って。はい、まあでも後ろ向くことなんてないしね、ほとんどね。メイクもなんかキラキラして、ライブの時とはちょっと違う感じのメイクにしたよ。今から爪のちょっとキラキラがあんまり合わない気がするので、ちょっと今から塗り直してきます。うん、爪をコットンがついてる、落としました。あ、ちなみにこれがおすすめです。これ何、リムーバーシートらしい。これおすすめ。多分コンビニとかで買えるんじゃない。あのコットン買わなくていい、もう液が滴ってる、液に使ってるものが入ってて、結構落ちる、結構スロンって、斜めとかも普通のように落ちる。爪塗ろう。でもなんかね、聞いてよ、服が気に入らなくて、髪もこんな可愛くしたのに。だから後で着替えます。やっぱ服買います。何がいい、爪、
変えるからさ、白いワンピースを着ようと思って。ぶっちゃけ何でもこれでもいいけど、これとか可愛いかも。キャキャ、うん、色違い。ああ、これの方がいいかな、白ワンピース。これが私ネイルめっちゃ持ってるんだよ。こういうのとか、足、これ足めっちゃいいよ。これエクセルの何 N ホットサングリア、これめっちゃいいよ。足の指塗るのめっちゃいいよ。めっちゃなんか足にちょっと色がついてるものより、こういうしっかりした色つけた方が絶対可愛いからね。うわ、キラキラ。こういうくすみ系の色、なんかパキッと系か、あとなんか白も可愛いし、意外となんか水色とかあんま塗らないかもしれないけど、この水色めっちゃ可愛いから、これめっちゃ可愛いよ。これとか足の指塗ってめっちゃ可愛いよ。キュアバザーネイルカラー、番号とか書いてない。青です、青。これめっちゃ可愛い、水色が。これめっちゃ可愛い、めっちゃお気に入り。足によく塗ります。色と青の相性が意外といいから、はい。あと最近お気に入りこれ。もう動画だと、画面だと分かんないよね。なんかゴールのラメが入ってんの。あ、分かる。来た。これかわいい、目かわいい。大人っぽくていいです。これでもいいな。シャネルです。私ネイルのめっちゃうまいよ。ちょっと手元映すか。詰め切らないと。なんかツヤって感じです、光沢感で。なんか塗る時のポイントは、まあ、みんなあれか、ネイルだよね。マニキュア塗る人あんまいないから、なんか真ん中に一旦キュッて入れて、そっから左右に伸ばしていくイメージなんよ。それが一番綺麗に塗れる塗り方です。できた。詰め切んないと、綺麗っしょ。お昼ご飯でーす。なんか早く行って川崎でご飯食べようかなって思ったんだけど、よくよく考えたらさ、もしさ、もうみんなが来てくれてたらさ、会っちゃうかもしれないじゃん。したら怒られちゃうでしょって思って。グラノーラ、お昼はあんま食べないんだけど、よくありもあるし、健康のために、まあこれを見てあまり健康だと思う人はいないと思うんだけど、食べます。食べます。やっほー、着替えました。白いニットワンピに着替えました。今日はもうこの後川崎に向かってみんなに会うのみけどね、あのね美容液とね、化粧水がね、ちょっとね、なくなっちゃってね、欲しいからね、みんなにバレないように川崎でお買い物しようかなというふうに思います。髪の毛を今からで間に合うんだよね。下ろすのとさ、どっちがいいかな、超悩み。でも今日めっちゃ風強いっぽいから、下ろしてバサバサになるのもちょっとあれじゃない。でなんかさ、明けおめ動画撮るねとか言ったじゃん。なんか思ったんだけど、もう開けてから半月ぐらい経ってるわけよ。今から撮るんって感じじゃん。だからちょっとそれはまあなかったことにして、今ここで今年の目標を話そうかなと。だって来週次の動画で、あの横浜じゃなくて神奈川の観光、おすすめ観光スポットやろうとしてるわけなのね。だからそれやっちゃったのも
明けおめとかじゃなくなっちゃうからさただの言い訳。まあでも2024年はそうだな、私の周りはみんな就職とかするわけでして、私はどうしようかな。やりたいことは全部やる、もうやりたいって思ったことは全部やるし、行きたいって思ったところには必ず全部行くと。いや思うんだよね最近、もう人生一度きりなわけじゃないですか寝癖よ。そう、なんかそこで私はこう時戦として活動してて、やりたいこともたくさんできてるし、プライベートもちゃんとやりたいことをやって、車でいろいろなところ行ったりとかしてるし、でもなんかやりたかったけどできなかったなっていうことが2023年意外と多かったわけね。だからやりたいって思ったことはもう必ず全部やって後悔しないようにしたいかなっていうふうに思っております。なので2024年はやりたいことは全てやる、行きたいところは全て行く、自由に楽しく生きていこうかななんて思っております。帰省ね、歌がもっと上手くなりたいなって、もうこれ毎年言ってるかもしれないんだけど、なんかちょっと前のライブ映像とか公開されるじゃん。でもそのライブをやっているその時は、あ、私今までで一番歌が上手い状態だって思いながらライブしてるわけよ。でもいざ2ヶ月とか経ってライブ映像見てみると、え、なんでこんな歌下手なんて思うわけ。そうだから、なんか日々ボイトレの先生のおかげで進化はもしかしたらできているのかもしれないけど、こうライブ映像を見返した時に、あ、ちゃんと歌うまく歌えてるって思えるくらい、なんか歌がうまくなりたいなーなんていうふうには思っております。そしてみんなともっと仲良くなりたいなーなんか緊張するとかさ言ってくれるっていうか方とかもいるんだけど、いや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 、あの私ただの22歳なんでもう普通の22歳ですので、普通に接してもらえたら嬉しいなって思うので、皆さん私とこれからも仲良くしてください。それでは髪とかメイクとか直してみんなに会いに行きます。行ってくれるかな、行ってきます。ひとチャンネル、まだ時間があったわけ。意外と思ったより、自分が思ったより今日夜だったの。なので今からコーンスープがどうしても飲みたいからコーンスープを作ります。どうしても飲みたいので、これが私のお気に入りのコーンスープです。結構いつも家にあります。めっちゃ好き、このコーンスープ大好き。作ります。見て、レオくんのリンゴ、こういう風にいつもちっちゃく切ってあります。なんかリンゴ食べる、リンゴ食べる、おいしいですかこんなさ、特典会の前にこのスープ作ってくあるじゃん、いる。あーもう美味しそう、もう大好き、これ本当に好きなの、めちゃくちゃ好き。なんか何で作るのか分からないけど、いつもスペラです。うまそう、最近私ね、アサイにハマってて、わかります、アサイ。私は何なのか分かってないんだけど、だから紫色のなんか多分フルーツか、なんかアサイってフルーツなの、あれは。なんかヨーグルトとかバナナで入れてミキサーでかけてみたいな、うちではね、それ作る、お店で作るじゃないですか、アイス、お店で作るじゃない、お店で食べるとさ、なんかアイスみたいな、シャーベットだよね、あれなんでなの、まあ、美味しいんだけど、そっちの方、よいしょっと。え、待って、めっちゃ美味しそうなチーズが冷蔵庫にめっちゃ入ってるモッツァレラチーズとね、あれ、あの、どうしたんだろう、なんかおばあちゃんが結構ね、チーズ好きって言ったら送ってくれる
なんか秋用順がなくなったみたい。どうしよう、これ1で300だったら。やばい、牛乳消えた。え、これワンカップ何？100だよね。え？え？待って、空き缶一杯だし。え、ミスったんだけど。それじゃなくだって今私900入れちゃったってことでしょ。え、待ってね、嘘でしょ。でもいつも結構このぐらい入れてるんだよな。え、これやらかしたよね。だってこれ今入れちゃったらさ、え、めっちゃ味薄くなるよね。だって本当は300のところ私今600入れてるんだよ。え、しかもここに牛乳入れちゃったし、これじゃあハヤシライスに入れよう。え、ショックが過ぎる。めっちゃ薄いコーンスープになっちゃった。しかも牛乳なくなった。ごめんみんな、ママに買ってきてもらわないと。ピエン、ちょっと量を間違えてしまったコーンスープを飲んでみます。もう悲しい、これ大好きなのに。めっちゃ牛乳の匂いする。あ、全然いけるじゃん。全然美味しかった。よかったです。美味しいものはやっぱ美味しいんだね。ちょっと寒すぎるんだけど。来週やる。はーい、到着、楽屋に到着。なんかいっぱいのど飴やらおしゃちやらチョコやら、おっ、おちちゃおれやら、ココアやら、いろいろ置いてあります。そしてね、見て見て、じゃじゃん、酒井用意してくださってる。なんか結構みんなとお話できるらしいから楽しみです。いっぱいお話しようと思います。行ってきます、頑張ります。はい、ということで今一日店員を終えてお家に帰ってきました。いや、めちゃくちゃ楽しかったんだけど。え、楽しすぎた。なんかみんなとあんないっぱいお話できたのも久しぶりだったし、え、超楽しい。結構しかも話す、お話し会みたいにたくさん話せて、すごいすごいすごい楽しい一日になりました。みんなもなんかお仕事終わって、あれ、いつも私服なのにスーツとか制服とか、みんなも頑張ってきたんだなって思って、少しでも癒してたらな、嬉しいな、なんていう風に思います。ということで、一日とかの一日店員密着ありがとうございました。バイバイ。